じゃあ今日はもうお遊びバモスじゃなくて、はい、真剣バモスを出せばいいってことですか。お、痩せました。思ったより、はい、球が速いし、あ、僕もそう思いました。実は僕、うん、フェデラーの親戚なんです。はい、皆さんこんにちは。キヨンテニスパークへようこそ。今日はですね、ちょっと珍しい方を、お呼びしたいと思います。バモス渡辺さんです。どうもでかっ、よろしくお願いします。近すぎたやろ。バモスお願いします。はい、はい、お願いします。今日はですね、バモスさんを招いて、はい、どんな企画をしようかとこう悩んだんですけど、はい、バモスさんっていつも、はい、あの面白いどうもみたいな感じなんで、これ面白いで含んでくれます。面白かったです。ありがとうございます。今日はその面白いキャラから脱却してもらおうかな、はい、ちょっと僕は考えてきたんですね、はい、なのでちょっとバモスの本気見せてもらいたいなと。バモスさんって今何すか。僕今30です。じゃあ西堀圭君と同い年で、ね、お、西堀圭と一緒、はい、だいぶ上に見えるよね。そうです。あのやっぱりやってるキャラクターも4、50年前の選手なんで、やっぱりあの僕40とか30後半ってよく言われますけど、若い子はこのキャラを見ても、はい、誰なのかが分かんないかもしれない。誰の真似をしてるの。ウィンブルドン5連覇、うん、前走行6勝した元世界王者ビヨンボルグという選手のモノマネ改め、うん、ボヨンボルグと申します。よろしくお願いします。バモス。よろしく。これが、はい、ボヨンボルグと。一応この学校でですね、はいはい、全仏オープンに行った時に、はい、あのボルグが帰ってきたって言ってそのお前の格好は引退したから太ったのかみたいなの聞かれたりとか。テニスはできるんですか、はい、高校の時からね。ちょっとした大会でダブルスの優勝があるんです。おお、マジっすか、はい、最近だと三鷹市の大会でもベスト4に入ったり、うん、おー、いわゆる草トーナメント。そうですね。でシングルとダブルスはどっちをやるんですか。僕はずっとダブルスプレイヤーでした。今も。今もシングルスはルールがよく分かんないです。そんなやつもなきゃ。でシングルやらない理由はじゃあ何なんですか。教わってこなかったから。マジっすか、はい。動けるかどうかをちょっと今日は実験したくて、はい、シングルスも僕と対戦してもらいたいなと。マジっすか。今日はバモスさんとちょっとシングルスでも勝てるようにコーチングしたりとか、はい、真剣勝負したりとかっていうのをちょっとやってみたいなと、はい、じゃあ今日はもうお遊びバモスじゃなくて、はい、真剣バモスを出せばいいってことですか。ビヨンボルグになってください。わかりました、はい、本気で取るでしゃあ。今日は本気ラケットでいきます、はい。お、はい、僕がテニスショップで盗んできたラケットで万引きしてきました。使えへんちゃんとテロップに入れるんです。渾身のボケって、はい、いいよ、今日足動いてるよ。嘘。まず喋るとね、すぐ寝てるからね。もう駆け引き始まってますからね。この時からね、すでにあれですか。はい、今晩一緒にお食事どうですか。なんでやん。ボヨンボルグと申します。今晩一緒にお食事どうですか。なんでやん。万引きしてきました僕もそう思いました。さすが。実は僕、うん、フェデラーの親戚なんです。いや、うまい。
ってことはですよ、ダブルスで得意なのは前衛なの、こういうの。前衛好きですね。あんだけ打っておいて、バックハンドもカーッて。実はボレーの方が。そうですね。どういうボレーをするかちょっと見させてもらっていいですか。終わりました。はい、お願いします。さあ、これは一体誰のモノマネでしょう。はい。正解は鈴木隆夫プロでした。怒られますよ。マッシュアップ早いですね。あれですか、今日も絶好調バーモス。本気のバーモスさんを、はい、さらに本気になってもらおうかなと思うんですけども、シングルスをやら、はい、シングルスやらないっていう方どうですか、 やってみたくないですか、強くなってみたくないですか。そうですね、今までシングルを教わるっていう機会がなかったプラス、うん、ダブルスと違って、うん、動き方が分かんないです。ダブルスの動き方が分かんないんだったら分かるんですけど、シングルスの動き方が分かんないとなかなかないんですよ。ダブルスだったら手の甲の向きとか、うん、その足の向きとか全部見て、あ、こっち来るなみたいな。なるほど。シングルは、あ、こっち、こっち、こっちみたいな、相手が打ってからじゃないと読めない、動けない。なるほど、はい、ダブルスの方がいい理由は単純明快で、やっぱりこの体型なんで動けない、動きがこう範囲が広くなればなるほど厳しくなるんで、シングルスだったら端から端まで走んないといけないっていうので、フットワークの指導をさせてもらって、まずバモスが動けるようになる。それまず体重30キロ落とすとかじゃないですか。あの、今日中に30キロ痩せてきてください。本当ですか。まずフットワークの、フットワーク練習をする。はい、頑張っていきましょう。はい。まず僕がバモスさんに言いたいのは、はい、もっとフットワークをしっかり使うってことです。ちょっとこういう練習があります。はい。言ってます。フォアバックハンド。このフォアハンド。はい、ストレート。はい、次バックハンド。はい。これなら普通の、至って普通の練習になる。同じ球出しをするんで、これバックハンドだよ。で、こっちをフォアハンドです。ストレート。いくよ。バックハンドです。はい、次これフォアハンド。すごい手打ちやから、一見いい球を打ってるように見えてもボールが軽いんですよ。足使って打てると、これはシングルスで自分から主導権を取りに行ける。足使ってボールを飛ばす、足使ってボールを飛ばす。そう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 、お、軽やかになってきた。なんでそのフットワークするときに笑顔。ふざけてる、ふざけてる、ふざけてる。笑顔じゃないとこのきつい時間を乗り越えられない。なるほどね。もう一回行きます。もう一回、もう一回だそうです。はい、はい、バックハンド落とさないよ、落とさないよ。はい、入って、はい、後ろから、はい、
直す。これぐらいシングルスではフットワークを使わないと勝てない。わかりました。ゲートボール始めます。ゲートボール始めます。だこういう練習をしてフットワークを養って自分が動ける体にならない。ダブルスは予測してそれを決めに行くことできても、シングルスは予測したって走らない。だってティームとズベレフの決勝見ました。見ました。あの最後ティーム釣りながらバックハンドスライスしか打てなかったけど走り続けたじゃないですか、はい、でファイナルタイブで勝ったわけでしょ。じゃあワンチャン今日これ加藤プロのクリニック受けたら、はい、ティームなれます。ティームになれる。顔もなれる。よし頑張れ。ティームになれ、ラモス。ダメだこりゃ。ご視聴ありがとうございました。いいねボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。何か面白い企画がありましたらぜひコメント欄にコメントください。私たちが必ず必死いたします。どうぞよろしくお願いします。